はあはあ、またなんやかんやで砂漠に遭難してしまった。もう日差しが暑すぎて喉がカラカラだよ。もう何日水飲んでないんだろう僕。もう何でもいいから、泥水でも何でもいいから川さえ見つかればな。喉渇いた、水が飲みたい、もう死んでしまう。早く。おっと、なんだこれは、まさかこれは飲み物なんじゃないか。神様ありがとうございますって言いたいところなんだけど、これ漂白剤なんで、漂白剤って飲めるのか。いや待って、そもそもなんで砂漠に漂白剤があんの。逆に聞きたい、なんで砂漠に漂白剤が。もう今ので喉渇いた、もう今ので喉渇いた、もうなんで無駄に突っ込みさせんで、もう最悪で、もう死んじゃう、もう喉渇いて。いやもうこの際もう死の子の言ってられない。もう漂白剤だろうがもう飲むしかない。まあ、なんか以前雨飲んだらなんかうますぎて笑ったみたいな感じになったから、まあ、漂白剤もワンチャン飲んだら、まあ、うますぎ笑ったってなる可能性もあるから、もうこれは飲むしかない。漂白剤飲んでもうまたね、川とかを探しに行くしかない。もうね、とりあえずこれを飲まないと死んでしまう。飲もう。いただきます。お、うますぎ笑った、めっちゃうまいんだけど漂白剤。よっ、どうもみなさん、こんにちは、ピクトです。というわけで今回もモッド紹介頑張っていきましょう。はい、ってことで今回紹介するモッドはですね、ドリンキングブリーチモッドかな、確かドリンクブリーチモッドかな、多分そんな名前だった気がするんですけども、まあブリーチが確か漂白って意味だったんで、まあ漂白剤を飲むモッドです。頭おかしい、うん。頭おかしいんだよね、名前からして。でこのモッドを導入するとですね、アイテムがね、5個追加されます。ここにあるやつですね、ボトルオブブリーチ、ボトルオブウィンデックスで、ブロックオブソリディファイドブリーチで、エンプティーボトルオブブリーチと、エンプティーボトルオブ、ウィンデックス、ワインデックスかな、わかんない、これ多分なんか窓を拭くときとかになんかガラスにシュッてやる、なんかあるよね、そういう綺麗にするやつ。このね、5つのアイテムが追加されます。で作り方なんですけども、作り方はねこんな感じで、まずエンプティの方を作ります。空ね、空のボトルをねまず作っていきたいと思います。でこのあのなんていうの、ノズル、なんだっけ、あのシュッてするとこ、なんていうの、あれ、あのよくさシュッてするとこ、もう語彙力がないからわかんないけど、シュッてするとこね、シュッてするやつがついてる空のやつは、こうガラス 1,2,3,4,5,6,6 個でこんな感じで囲むとできます。でブリーチの方の、ボトルはなぜかこう鉄を使うっていうね、まあ、やっぱ漂白剤だから、まあ、鉄じゃないときっとね耐えきれないんだと思うけどね、と思ったけど、市販のブリーチって普通にプラスチックだよね、うん。でこのブロックオブソリディファイドブリーチっていうのは多分、まあ、ソリディファイドがなんか固化させるみたいな単語だったから、漂白剤をあのブロックにただ固めたっていう意味のブロック意味だと思うんだけど、追加されるアイテムがここ5個しかないから、まあ、多分何も作れないんだよね。もうただの飾り、もうあの漂白剤を固めた漂白剤をただブロックとして固めるだけ。なんか見た目はね若干ね氷に似てるよね。まあ、これは多分、まあ、建築材料なんかな。これはねあのボトルオブブリーチと羊毛で作ることができます。はい。で肝心のね、なんていうの、薬品っていうの、これは漂白剤と、ウィンデックス、ワインデックス、ワウィンデックスで統一します、とりあえず。まあ、作り方なんですけども、ウィンデックスの方は空のねボトルと、発酵した蜘蛛の目、もう毒じゃんこれも。もう作り方からしてまず毒じゃん、飲むもんじゃねえだろ。で作ることができます。はい。でね、なんだっけ、入れると、中身を入れると青くなると。でブリーチの方も毒じゃねえけど、結局発酵した蜘蛛の目作るから毒っていうことでね。はい。でこれで2つ作ることができます。はい。でこの2つの飲み物は、飲むことができます。まあ、飲むもんじゃないんだけど、良い子は絶対飲んじゃダメだよ、絶対飲んじゃダメだよ。絶対飲んじゃダメだよ。あのですね、これ普通に満腹ゲージかな、あれ満タンでも飲むことができて、まあ、とりあえず1回飲むと、はい、まあ、こんな感じでね、時間差でね、あ、空のボトルが出ます。はい。1回飲むと空になります。で最初死なないんですよ。でちょっと時間経つと、あのですね、死ぬはずなんですけど、はい、こんな感じでね、ピクト took the easy way out、 ちょ、僕英語わかんないんでどういう意味だかわかんないですけど、こんな感じで時間差で死にます。まあ、まあ見てもらったらわかるんですけど、まあ、ブリーチの方もね、まあ、飲むと、まあ、普通にね死ぬよね。漂白剤なんて、おい、こんな感じで、死ぬね。それだけのモッドです。はい。これ2回連続で、もう、前のモッド紹介はパリピナクリーパーで、今回もなんか漂白剤飲むとか、頭おかしいモッドでさ、なんかもう、誰とくモッドを紹介してんねん、ほんとに。というわけで皆さん、面白い持ってる方はぜひ、何でも紹介するんで、よかったらコメント欄で教えてくれてありがたいです。では、終わりたいと思います。
面白かったらぜひ高評価よろしくお願いします。ではご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃねばい、じゃねばい。ちなみにね、これ茶番やってる時にね、あのさ水があったって言ってさ、前言ってるじゃん、あの裏側にね、あの村があるっていうね、もうあそこにね、もう完全にもう水と食料全部あるからね、うん。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではじゃねばーい。